どうもアレンビでーす。ちょっと何ですかこの化粧品は。綺麗な、すごい、すごい揃ってますけど。綺麗、すごいでしょ、華やかだね。何これは、気になりますよね。はい、はい、本日は、はい、ジル・スチュアートさん全面協力のもと、こんな企画に挑戦していきたいと思います。IMB メイクでイメチェンやってみた。うわ、ありがとうございます。すごい贅沢、すごいよこの量、すごいね、すごいね。はい、というわけでね、はいはい、皆さん今回はですね、はいはい、この6人でペアを組んで、はい、こちらのジル・スチュアートさんのフレグランスクリスタルブルーム10周年を記念したアイテムであります、うん、アイシャドウクリスタルブルームペタルクチュールアイズデュオを使い、イメチェンを当てていこうと。イメチェンね、はい、はい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 。さあ、というわけで簡単に説明しますと、はい、ペアを組んでその片方がプロデューサーとなり、相手の新たな一面を引き出すメイクのコンセプトを決めていただきます。なるほど、はい、そしてプロのメイクさんに実際にメイクをしていただき、はい、各自のイメチェン具合を見ていこうじゃないかと。なるほどね、はい、そういう企画になっております。ちなみにこちらの商品なんですが、はいはい、全12種類のカラー展開がされておりまして、すべて購入しますと、こちらのオリジナル2段式コスメトレイを申請するコンプリートコースがあるみたいな。そんなのある、綺麗ね。収集癖ある人はもう、ね、たまんないね。たまらないね。はい、はい、で、あのコンプリートコースの予約期間は、はい、店頭公式オンラインショップともに2024年8月23日からスタートしておりまして、はい、期間については詳しくは概要欄の方をチェックしてください。お願いします。はい、お願いします。さあ、というわけでまずはペア決めをしようと思うんですが、はいはいはい、これどういうペアにしましょうか。どうします。確かにね、そっか、プロデューサー、まあ、される側とね。そう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 、だからやっぱまずはプロデュース側が得意な人がいいんじゃない、うん、やっぱちょっと俺はされる側がいいかも、まあ、ちょっとメイクに関してはやっぱ今も完全ドスッピンでやらせてもらってるんで、ちょっとやっぱりあんま詳しくないんで。まあそうかそうか、イメチェンするか。でもね、これだとしたら僕横のやりたいんです。おお、なるほどね。僕のやっぱこの頭の中にある横のこんな感じどうですかっていう、うん、それを表現してもらう。まさにイメチェンさせたい。はあ、なるほど、楽しみ、ね、なんで、じゃあ僕ちょっと横といいですか。あ、いいですか。ありがとうございます。はい、さあ続きまして、それで言ったらなんかミュージックビデオとかでさ、はい、なんかちょっとフェミニンなメイクとかをさ、はい、してもらう時とかもありますね。はい、ちょうど前回のニンニンジャックの時の、はいはいはい、あのミナトのメイクの色がめっちゃ綺麗だったのよ。で、ミナトのそういうメイクを俺が見たいっていう、俺がプロデュースをしたいっていう気持ちで俺がミナトにプロデュースを。嬉しい、なんか嬉しい。なるほど、そう、なんかね、すごい素敵だったのよ前回。なるほど、確かに俺もなんかあんま自分で見たことない子イメージにしたいし、うん、はい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 、皆さんもじゃあされる側で、はい、される側で俺がいいかしら、素敵にしたいと思います。素敵にね、していただいて、うん、はい、ということはとなるとやっぱりまあまあガチャンがプロデュースする側じゃない、さすがに、うん、まあいつもだったらね。え、俺なんですけど、俺どう、あなた。いやでもガチャンの良さを隅々まで知ってるのはもう俺しかいない。あ、じゃあ新たがプロデュースする側ってこと。そうです。珍しい、珍しい、これは新しい、珍しいじゃない、はい、だから自信あるので、いわゆるこういうちょっとおしゃれ系の企画は、うん、絶対こうガチャンがこう、うんうん、主導権握ってるイメージあるけど、うんうん、今回は逆に、逆にでもコスメに関しては新たも結構確かに、ね、詳しいよね、こだわりを持ってやってるから、そういう面ではやっぱいいかもしれない、うんうん、確かに、お任せください。楽しみっすね、うん、はい、いいじゃない。ではまずね、皆さん、ね、あのメイクするにあたって、はい、どの商品を使わせていただくかというところなんですが、うん、はい、ちなみにそれぞれにちゃんと花言葉と香りがついておりまして、まずこちらなんですが、はい、Be Loved Charm Petals、はあ、こちらはローズがテーマになっておりまして、いいね、花言葉があなたを愛しています。うわ、ありがとうございます。アイドル、あなたを愛しています。お、いいね、とかね、まず、あ、深い尊敬、はい、めっちゃいいね。で、香りのイメージがですね、はいはい、優しく寄り添うように香る、うん、花の蜜のような甘くピュアな香りのフレグランスになります。メイクする前から楽しみだね、はい、あ、そうなんです、ね、もうそこら辺もね、あの
テーマもちょっと大事にしながら、うん、いいね、確かに、はい、さあ続きまして、はい、ムーンライトマジックペタルス、こちらはですねヘリオトロープというお花のキーフラワーになっておりまして、はい、献身的な愛とか夢中っていうのがテーマです、ね、なるほど、花言葉ので、香りのイメージなんですが、冬の澄み切った夜空を優しくふんわりと包み込む、この世で最も穏やかなぬくもりを感じる幻想的な香りとなっております。すごい、まるでタイガだ。俺結構好きかも。タイガが好きそうなの。聞いただけで。ちょっとなんか想像が膨らむよね。はい。さあ続きまして、はい、クリスタルスノーペタルス。はい、ホワイトイリスがキーフラワーで、花言葉があなたを大切にします。思いやり。うん、はい。雪をまとった花々が咲き誇るように透明感あふれる優美で清楚な香り。花言葉全部可愛いな。ね。ね、素敵だね。こちら、はい、ニューイヤーズイブペタルス、はい、ストロベリーキャンドルというフラワーのね、はい、そしてあの花言葉がきらめく愛、きらめく愛、幸運を呼ぶ、はい、香りのイメージがこの世で最もきらめく温かな愛が溢れる香りで、うわ深そう、深い、深い、深いね、深いね。さあ続きまして、プロミスドラブペダルス、名前がいいね、かっこいい、かっこいい。こちらカメリア、カメリオン、はい、そして花言葉は理想の愛、誇り、はあ、はい、よかったね、つばく、カメリオド、カメリア、椿で英語でつばき、カメリア、よかった、嬉しかった、よかった、嬉しくなっちゃった、ね、ちょっと親近感湧くんですよ、確かに顔イメージがですね、うん、深い信頼で結ばれた真実の愛を表現した甘く優しい香りのフレグランス、うん、俺だ、それはちょっと違う、違う俺はちょっと入ってきてイメージとか、やっぱジルスチュアートさんにはちょっとね、もしかしたらそうそう、こっちの椿の方がちょっといいのかもね、このイメージ的にはまあまあいろんな意見ありますからいろんな意見ありますから、まあ、確かにちょっと元気がね、こっちの椿さんは元気ある、確かにこっちはもっとなんか気品あふれる、はい、そうですね、うん、さあ続きまして、続きまして、こちらですね、桜ブーケペタルス、うわ、はい、桜、はい、八重桜、八重桜、和ですね、はい、来ました、リチ、しとやか、はい、うん、はい、香りのイメージがですね、春風に乗って笑顔の輪を広げる八重桜のように、この世で最も幸福感に満ちた柔らかな香り、うわー、いいね、いいですね、迷っちゃうな、ちょっともうこの段階で迷ってますね、迷っちゃうね、迷う、正直ね、良さそう、全部、いや、そうなんですよ、楽しいね、なんか選ぶのも、まだまだあります、はい、まだ半分、はい、エターナルダズルペタルス、かっこ、はい、こちらですね、エターナルダズルペタルス、こちらミモザ、あ、はい、ミモザ、花言葉は感謝、うん、友情、はいはい、香りのイメージはサンセットの光に照らされて咲き誇る花々の透明感と甘さのある香りをそのままに、色気を感じるほろ苦さを含む大人の香り、あー、いいですね、なんかいいな、俺もいいな、さあ続きまして、はい、ブレスドラブペタルス、はい、はい、こちらピオニーですね、お、はい、花言葉はハニカミ、誠実、お、はい、香りのイメージが恋が始まるドキドキ感を表現したピュアで愛しい香りのフレグランス、うゆういしい感じだ、うん、なるほど、はい、さあそしてこちら、はい、サムシングピュアブルーペタルス、うんうん、こちらブルーローズ、おお、ブルーローズ、はい、花言葉が神の祝福、夢が叶う、かっこよ、ウェディングベールの柔らかな透明感とともに香り立つ、この世で最も祝福感あふれる純粋な香り、なるほど、うん、へー、あー、ちょっと今これちょっと好きかも、ね、こちらの、はい、なんか表現大好きです、うんうんうん、祝福、さあ続きまして、はい、ブリスフルブリーズペタルス、はい、こちらミュゲ、ミュゲ、はい、キーフラワーミュゲでございます、うん、花言葉希望、幸せの再来、いいですね、うん、はい、香りのイメージが、はい、木々と花々のシンフォニーのように、この世で最も優しく多彩な香り、うわー、いい、うん、かっこいい、はい、シンフォニー、そう、さあそしてオーロラドリームペタルス、オーロラドリーム、うん、はい、すげえ、こちらはキーフラワー月下美人、うわ、花言葉ただ一度だけ会いたくて秘めた情熱、何それ、ニューシングル、なんかニューシングルじゃない、リリックだよね、マジですごい素敵だよね、リリックかのような、はい、香りのイメージが、花々がオーロラの光に照らされて柔らく揺らめき香る、この世で最もみずみずしく甘い香り、みずみずしい、いいね、好きかも、はい、さあラスト、はい、
クリスタルブルームペタルス、はいはい、うん、こちらキーフラワースイートピー、うわー、うん、スイートピー、花言葉門出送別、なるほど、はい、大人っぽい香りのイメージは、次々に咲き起こる多彩な花々のブーケ、どこまでも澄み切って心に残る可憐な香り、うん、あー、うわー、うん、ちょっと悩ましすぎますね、すごいね、どれも良さそうな、ちょっと、うん、どうですか皆さん、どうですか、プロデューサー陣は、いやー悩むなー、私は二択なんですよ、おちなみにどれとどれなの、この一番最初に聞いたこの、うん、これとピーラブとペタルスか、はい、カメリアか、はいはいはい、二択、はいはい、だローズかカメリアをテーマにした、はい、うんうん、どちらがいいかなって迷ってるわけだ、はい、うん、はいはい、ローズもう一回説明聞いてもいいですか、はい、あなたを愛しています深い尊敬という花言葉がテーマのローズ、うん、で香りのイメージが優しく寄り添うように香る花の蜜のような甘くピュアな香りのフレグランスということで、どうだ、あどうだ、なんか見えてきた気がするぞ、ここ見えた、見えてきた気がする、じゃあ私こうやっぱ一発目にこう印象を受けましたのでこちらにしたいと思います、はい、ローズ決定、